めた結晶を出して。あ、結晶の色がますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。違法の旅人、お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次は。この前みたいに涙を天空のライヤーに落とそう。前とは全く違う感じがする。風幻想、活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人だけでなく、それは竜にも失礼でしょ。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。演奏に向いてるところは。それはアンバーでも難しいと思うぞ。星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。あ、こないだお前が寝てた砂浜だ。山の伸びる方向に沿って登ると、星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風も、そこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。では、準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな、遅刻しないように。了解だぜ、団長。あ、すまない。つい。次は何に会えるだろうか。楽しみだな。Yeah.
It was at this moment that he knew. He fucked up. 世界に拒まれた。
よし、揃ったな。ここ、景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近、モンドは様々な問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。話すことはない。そうかい、僕の見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融やろ。そいつに騙されるな。哀れな理由よ。そいつはそなたを捨てた。今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろう、ジン。でも、その名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか、竜の涙でまた直せそうか？うん。こんな風に壊されたら、もう無理かもしれないね。その通り。腐食の根源を倒さないと、トワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ、偵察騎士を召集して追跡を。その必要はない。え、少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。え、それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら、僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛に溢れ始めた。とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でも、モンドではやってはならないことがあるとな。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき。
我々はその栄光を手に。That's all for today. Now we're gonna play the Lost in the Snow in another game. Bye bye.